そうで、だからまさに今そういうステークホルダー、株主だけがいいっていうものじゃないっていう新しい形の資本主義っていうのがね、いろんなところで議論されてるし、導入も進んでるんだと思うし、はい、まあそれが ESG 投資とかになってるんだと思うんですけど、どうなんですかね。ねえ、ESG 投資、インパクト投資みたいな話になってますよね。そう、うん、これまではやっぱり人権の問題っていうのは主にその国とかね、当局との関係で論じられることが多かったと思うんですよ。はいはい、人権とかに関してもやっぱり法律とか憲法とかに基づいてそれが裁判になったりとかしていたわけなんですけれども、うんうん、企業の時代なんですよね。はい、企業の下でそういうその法律に定められないところで人権が抑圧されたり蹂躙されたりっていう可能性が強まっているっていうことですからね。安藤さんが言ったみたいに何かしら規制しないとね、うん、うん、このままでいいわけないですもんね。そうですね。今の話2つぐらい面白い調査を思い出したのが、うん、IBM さんが、世界の CEO1600 人とかに毎年アンケートを取ってるんですね。で、何に興味あるかみたいなの聞いてるんですよ。で、2010年代はずっとテックが一番なんですね。テクノロジーが興味ある。そうでしょう。当たり前ですけど。ね、で、ただこの2010年代の後半からガーってランクを上げてきたのがリーガル、法律なんです。で、やっぱり世界のリーダー、ビジネスリーダーもテクノロジーが進んじゃってて、リーガル、社会が追いついてないよねっていうのをすごい感じてらっしゃる。なるほど。なーっとそれ聞いて思ったのと、うん、もう一つ思い出した調査は、ちょっと資本主義の方なんですけど、毎年ダボス会議って、エネルマンがトラストバロメーターつって世界の信頼度調査みたいにしてるんですけど、何年か前にね、うん、キャピタリズムイズ、だからまあ、資本主義は悪かどうかみたいなのをアンケートしたんですよ。うん、だから悪じゃないって言ってる人たちが、これ国別なんですけど、悪じゃないって言ってるのが多い人が、だから日本、韓国、アメリカ、シンガポール、UK みたいなこと思って、うん、ふっと見たら、あ、これアメリカ同盟国だけやんみたいな感じになってて、そう。で、結構有害だって言ってる方が多いんですよ、いろんな。これ世界上なんですけど、なんかやっぱ矛盾感じてる人相当増えてるなみたいな気はしますよね。そうだからまあ間違いなく今そういう資本主義というか経済の時代から倫理の時代に移ってきてるという部分があると思うんですよね。本当そうですね。うん、だけどその議論がじゃあ進んでるかっていうと全然そういうふうには見えないし、とりわけこの問題の難しさは日本国内で GAFA っていうこのアメリカの企業の規制を考えなきゃいけないっていうところですよね。はいはい、これはだいぶ難しいんじゃないですか。日本だけじゃ難しいでしょうね。あ、じゃあもう世界でやる。世界でやるしかないでしょうね。まあそれもね、言ってるのは簡単ですけど、難しいのは100も承知ですけど、こう、そのやるしかない、そういう議論をみんなでやっていくしかないんじゃないですか。国連とかでやりますか。力がないですからね、国連もね。ないですね。だからそれこそ、まあ、結構あるのが EU であったりとか、はい、まあ韓国とかもそうだったかな。それぞれの国で、こう、司法の判断なんかが出て、それに準じて他の国も何か変わっていくみたいな動きもある。だからいろいろなところで、こう、頑張ってこうね、ツンツンやっていくしかないのかなっていうですね。そうですね。でもそこは当然やっぱりアメリカにも期待したいですけどね。はい、でもアメリカはやっぱり GAFA を伸ばすとてめんとこの税金はたくさん潤うでしょうしね。そうなんですよ。潤わないのかな、どうなんですかね。いや、そうそう、微妙なんですよね。でも少なくとも雇用とか増えるんでしょうね。雇用は増えてるでしょうね。タックスヘイブンにだいぶお金落ちてるんでしょうけど。ね、その議論するとアメリカはね、次は、国防の問題だと。中国のテンセントとかね、でかくなってて。これはね。Google さんないと勝てねえだろ、みたいな。これはね、まあ中国だとやっぱり Google も全然使えないです。そうですよね。使えないそうですしね。はいはい。全くまた別の世界がそこにはあるわけだし。だからロシアなんかも Google じゃないですよね、検索ね。なんだっけな。なんか違うやつなんですよ。ヤンデックスか。ほう。そう。そういうのはいまだにやっぱりありますし、私が昔住んでたイランとかはずっとインターネットから自分の国のネットは切り離そうとしてますもんね。あ、そうなんですか。うん、へえ。そう。北朝鮮みたいな感じですね。北朝鮮もそうなんですかね。はいはい、だからもう国内だけでしか使えないネットにしようとしてるんですよね。あ、そうなんですね。うん、そうそう。なるほど。だからなんか結局そういう動きになっちゃう。Google とかを遮断しようと思ったらそれしかこう手段がないわけですよ。国ごと遮断するしか。そうなんですよね。うん。そんなの良くないじゃないですか。ねえ。知識とかっていうのはやっぱりいろいろこうね、海外からもこう取得できるからこそいいわけであってね。はいはい、そういうところをこう考えたらね、やっぱり全体の公共の福祉です、それこそ。ねえ。考えたらもっとできることあるんじゃないの？だから全人類の公共の福祉ですよね。全人類のだから理想の情報環境ってどんなんだっけみたいな。まあでもほらね、こんな評論家みたいなこと言ってますけど、我々新聞社の社員じゃないですか。そうですね。こうね、我々こうレガシーメディアとしてはどのようにしていったらいいんでしょう。そうですね。それも考えなきゃいけない問題だなというふうに本当にまあ思っております。うん、結局まあ今、新聞社もテレビ局もまあフリージャーナリストもそうですけど、先ほどちょっと申した通り、まあ国民のね権利の一部を付託されてその活動してるわけですけども、知る権利ね、知る権利を与えると。うん、で、なんでしょうね。これ、新聞社がってことはないんでしょうけど、何かしらがきちんと国民の権利に応えられる体制みたいのは絶対作んなきゃいけないなというふうに思っていて、うん、で、それが、なんでしょうね。すごく答えがないんですけど、ちゃんとその能力があるよっていうのを社会に示す必要もあるでしょうし。なるほど。はい。うん、まあ、能力っていうと、じゃあ資格試験にすればいいのかってちょっと難しいんですけど、うん、まあ、何かしらの能力があって、そしてそういう思想でやってるよということを、まあ、宣言をして、ちゃんとそういう活動をする、みたいなのがすごく大事なんじゃないかなっていうのは思いますよね。僕らも一生懸命やってるじゃないですか。もっとそのことを僕らはどういう思いで、どういう情報環境にしたいんだと。どういう思いに応えてるんだみたいなのは、もっと社会とコミュニケーションしてもいいんじゃないかなというふうに思いますし、もう一つはさっきじゃあ、違った意見の人たちを結びつける場を、誰がやるんだっけっていう時にメディアがやっても僕はいいんじゃないかなとは思ってますよね。やんなきゃいけないですよね。そうですよね。うん、それは様々な批判がもちろんいろんな角度から我々にも寄せられますけど、真摯にそれ向き合うってことかもしれないし、僕は今山中さんが社会部長の時に、新橋でネトウヨと飲んでみたって記事がすごい大好きで。山中さんね、天聖人口書いてた、今論説主幹の。論説主幹の山中。わ、すごいなと思って、なんか、あの時ツイッターの DM かなんかで一人見つけて、飲んで、もう覚えてんな、実際会ってみようと思われて、会って、彼と別れなかったっていう最後記事だったと思うんですけど、でも、その姿勢はすごい大事だなと僕は思うんですよね。僕もネトウヨと飲んだことありますけど。どうでした、どうでした？なんか気づきというか、何かこう感じたこととか。気づきとか別に特にないんですけれども、僕は簡単に言うとやっぱり飲めるってことですよね。話できるし。ああ、なるほどね。コミュニケーション成り立つというか当たり前に。てか、なんかそもそも、なんか右翼と左翼でもって意見の対立する部分なんていうのは、例えば政治とかに過ぎないでしょ。はいはい。政治なんて一体この世の中の神羅万象の何%なんですかって話で、その時は確かゲームの話で盛り上がったと思いますけど。なるほど、なるほど。共通する会話なんていくらでもあるんですよね。なんでわざわざ違うところをお互いにすり合わせなきゃいけないのかっていうふうには思いますよね。なるほどな。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。よろしければですね、チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。朝日新聞の神田大輔でした。